はい、皆さんこんにちは、チェン君です。こんにちは、僕です。はい、まあ、本日なんですけれども、先にちょっとお詫びをさせてください。人妻のしずく岡山店の、ヨスバさん、ボーリングをしようぜという企画を考えまして、まあ、動画を撮ってきたんですけれども、ちょっとボーリング場の、ね、音がすごくて、そうですオープニングの声がちょっと全く聞き取れないという、ちょっとこちらのハプニングがございまして、オープニングだけ別撮りをさせていただいております。まあ、この後、実際にボーリングに行った動画はですね、見ていただくわけですが、今回出演してくれた、ヨスバさん、簡単にご紹介させてください。はい、ヨスバさん、じゃあ、ヨスバのしずく岡山店の、ヨスバさんお越しいただいてます。まあ、明るくて、元気で、まあ、小柄で可愛らしい、お菓子が大好きな奥さんと、今回ですね、岡山店にあります、フェアレンさんにお邪魔して動画の撮影をしてきました。では、ご覧ください。どうぞ。はい、じゃあ2人とも準備の方はいかがですか？ OK です。はい、ありがとうございます。で、ただボーリングをしてもちょっと面白くないかなと思ったんで、ちょっと対決方式にして、ヨスバさんとモックンで、はい、ちょっと今日はしようかなと思ってます。で、もちろんこの1ゲーム得点の勝負でもあるんですけど、ただそれだとね、面白くないかなと思うんで、投球中にガーター入れるたんびに罰ゲームをしてもらおうと思います。はい、どうぞ。はい、どうぞ。じゃあ、モックンがガーター入れたら罰ゲーム、ヨスバさんもガーター入れた瞬間罰ゲームっていう感じでやっていこうと思います。はい、エッチな罰ゲーム準備してますんで、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速参りましょうか。はい、はい、今日はジャスト3だから敵気を使わず圧倒的勝利を収めたいと思います。いやっす、もっくん頑張れ。もっくん惜しい、日本の勝ち。頑張ります。頑張りましょう。いただこうと思います。じゃあまずは簡単に優しい質問から。はい。じゃあヨスバさん、性感帯はどこですか？まあまあまあ下半身ですね。下半身。下半身。ありがとうございます。わかりました。ヨスバさんは下半身が弱いと。ありがとうございます。じゃあモックン行きましょうか。はい。もうやだ。あ、一応勝ち狙ってます。Oh, right.
あ、いかんな、全然カーターいかんな、みんな。あ、うまいうまい。ガータ行くんちゃう、行くんちゃう、はいガータ、はいガータ、やだもん。はい、じゃあ四つ葉さん、ガータおめでとうございます。はい、じゃあ次の質問です。じゃあ最後に〇にしたのはいつですか。正直に、はい、どうぞ。昨日です。昨日、はい、ありがとうございます。なるほど、今日撮影なのに昨日してきたんですね。はい、ありがとうございます。恥ずかしいです。はい、ごちそうさまです。やばいやん。お、わあ綺麗。もっくん上手。というわけで微妙です。ものすごく微妙です。YouTube 的にはね、ものすごい微妙でした。ちょっともうちょっとなんかこうガーターがあったりとかね、こんな数字が開いたりとかしてくれたらよかったんですけど、もっくんガーターなかガチになっちゃいました。ガチで負けすぎだよ。びっくりした。だって四つ葉さんも2回くらいしかガーターないですよ。もっくん出して、こんだけ罰ゲーム考えてきたんですよ。これだけ木君用の罰ゲーム、これだけ3年ガターンってそれ良かったですね。そう、視聴者さんのご期待には添えなかったかもしれませんが、はい、今日ボーリングしてみて、よつばさん、はい、どうでした。とても楽しかったです。楽しかった。はい、それは良かった。どうですか。やっぱね、楽しい楽しかったです。楽しかったならね、はい、良かったです。ちょっとこういう結果になってしまいましたので、次第2弾があればなと思っております。じゃあよつばさん、最後にご視聴のお客様に何かメッセージをいただけますか。ご視聴ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあまた。はい。
第2弾、はい、楽しみにしてますので、はいはい、じゃあ今回は、はい、すみませんでした、はい